はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト6続きやっていきたいと思います。前回、前々回とね、そこから続き、今、狭間の世界ですね、大魔王のいる世界います。それで、絶望の街というとこを攻略しまして、希望の街みたいな感じになりましたけどね。今、この欲望の街という、やたらお金のかかるところを前回攻略しました。でね、洞窟に行ったところ、奥にね、まあ、紙がある、入ってる宝箱がありまして、このね、左上のね、まあ、森の真ん中にね、賢者の、このバーサー国だと賢者のね、まあ、宝があるから、みたいなね。それを5000ゴールドで買う羽目になったんですけどね。まあ、今回そこ行って、まあ時間ある限りやろうかなとは思うんですけどね。ここのこと言ってるよね。うわぁ。この湖の底に大賢者マサル様の宝が、それが分かっていながら取れないなんて、もし、湖の水が引くのなら悪魔になって魂を打っちゃいますよね。はい。そうでしょ、そうでしょ。湖の水が。なんだこれは。よっしゃ、俺が一番乗りだぜ。ちょっと待って、他の人話してないんだけど。あ、ちくしょう。こんな時に靴紐がほどけちまうなんて。これは手のほどくしようがなさそうだぜ。騒ぎが収まるまでほっとくしかないかもな。みんな宝に目がくらんでいるね。宝は僕のものだ。じいさん、すっこんでろ。えい。うげえ。マジか。何をするんですか。すまんが生活がかかってんだ。おりゃ。うわ。これは右から行ったら一番先に行けたパターンなんじゃないの。そこどけよ。宝は僕が。宝は私がもらうんだよ。誰があんたなんかに。うるせえんだよ。殺されたいのか。宝は足のもんじゃ。けけけ、もっと争え。争って殺し合うのだ。けけけ、どうした。お前も急がねば他の者に宝を取られてしまうぞ。あれ、マジかい。おっと、よし、開けるぜ。くそ、まだ邪魔者がいたのか。宝は俺のもんだぜ。マジか。デビッド。すごい出てきたね。スモッグじゃないからね、決してね。デビットも。強いな。ラミアスの釣り使うか、ここまで来たら。手にやってんな。強いね、普通のダメージが4回ぐらい当たってるからね。HP 高っ。おう、返事。くく、それでいい。そうやって永遠に殺し合うがいい。まあ、こんなものを見せられました。うわぁ、戻ってるし。へえ、どいつもこいつもとろそうな奴らだぜ。これは宝をいただいたも当然だな。くそ、湖の底なんてどうやって探せってんだ。わしだ。ね。いえ、そうですか。他の人の話は何か変わんのか、これ。大賢者の宝か、一体。あなたも賢者の宝の話を聞いてきたんですか。モルガンさん、一体何人にここの情報を売ったんだろう。ああ、それで儲けてんだ。右から行ったらどうなんだろうね。もう、繰り返しだね。ということで、また同じ展開なんでね。さっき下に行ったらね、まずかったから、右から、急がば回れて、こういうことなんで。そう。しかし、宝箱は空っぽだった。なんだと、宝箱は空っぽだと？
本当かい、あんた。私にも見せておくれよ。あら、本当だわ。何も入ってないじゃないの。なんだ、どうしたんだ。宝箱が空っぽだったって。すると俺たちは空っぽの宝箱のために先を争って殺し合いまで。なるほど、欲に目がくらんで近道をしたら宝が開けられず、回り道をすれば開けられたとは。つまりこの空っぽの宝箱は欲望でおかしくなったわしらの目を覚まさせるためじゃったか。そうですね、どうやら自分を見失っていたみたいです。どこの誰かは知らねえが、ありがとうよ。おかげで目が覚めたぜ。さて町に戻るか。そうだね、あんた戻って皆にこの話をすれば皆も目が覚めるかもしれないし。いやはや、さすが大賢者マサルの宝物ですな。私たちに正気を取り戻させてくれました。はっはっは、これは参ったな。さあ町に戻りましょう。あら、時間が戻ったんかな。左に魔物いたよね。あら、いない。まあ、罠にはまんなかったのね。他に調べるところはないかしら。うん、やっぱりここには宝箱くらいしか見当たらないわね。ね、ないもんね。よし、じゃあ欲望の町に行けばいいのかな。欲にまみれた町ですね。でもね、欲はね、ちょっとあるとね、やっぱね、それ糧になって頑張れるのもあるとは思うんですけどね。まあそれはそれなんですけどね。まあ難しいところですね。ありすぎてもやっぱこういう風になっちゃうしねっていうのもあるけどね。はい。空っぽだったって聞いた途端、みんな付き物が落ちたように、あんたたちのおかげでありがとうよ。え、よく聞く薬草。お客さん意地悪ね。わははは。ああ、元に戻ってるね。あ、売ってんね、皆殺しの剣はね。買えなくなったらどうしようってちょっと思ってたんだ。じゃあカジノとかも当たりやすくなってるとか。そんなことないか。ご主人のモルガン様が突然寝込んでしまわれて、すごい熱を出してわけのわからないことを言いながらうなされてるんだよ。罰が当たったんだべか。それもそうだけど、ここに、ね、ローブあったよね。そこに飾ってるローブは、昔この町に住んでいた賢者が身につけていたものだそうです。この町を救ったあなた方ならきっと人々のために役立ててくださることでしょう。どうぞお持ちください。はい、やっぱドラゴンローブだよね。まあこれの形の装備を今してますからね。もし大魔王デスタムーンを倒すことができたなら、私たちは元の世界へ帰れるんでしょうか。まあ、ドラクエ9の話だけどね、今やってる。まあ、2つやってるからね。結構大変っちゃ大変ですけどね。おお。ああ、魔法使いだからね、バーバラさんはね。で、出たんだよ、魔物が。旦那様の周りをからかうようにぐるぐる飛び回ったかと思うと消えて、それから旦那様は寝込んじまった。あの通りさ。あ、下にいた。まあ、ミミック2体も飼ってるからね。私はもうおしまいだ。あの宝箱を本当に開けてしまう奴がおったとは。デスタムア様、お許しを。本人の言う通り、俺たちが何もしなくてももうこいつは終わりだな。大魔王はこいつが破滅する姿すら楽しんでいるんだろうな。これから当分恐怖に襲われながら暮らすこと言ってみそうね。よし、じゃあ次のとこ行ってみようか。ローブ取ったでしょ。まあ、情報収集かな。僕の父は銀行を掘り当てて大金持ちになったんですよ。でもこれからはそのお金を町の皆のために使うと言ってます。どうしたんだろう。興奮しちゃったね。親は洞窟に行かれるんですね。だったら必要なものを買っていった方がいいですよ。はい、あ、同じだね。あと、ここのおじいさんは何人だろう。わしは何年も待っておった。お前さんたちがあの宝箱を開けたんじゃな。はい、やっぱりそうか。では大賢者マサール殿に頼まれたことづてを伝えよう。もし我に会いたくば、我の隠せし抜け道を抜けよ。宝の底にそれは眠る。湖の宝箱をよく調べよ。わしには何のことかわからぬが、確かに伝えたぞ。はい、伝えられました。宝調べろってことですね。回復はいいかな。ぼったくりどうなった。金返してくれ。いいえね、絶望の町、今は希望の町って名になったそうですが、そこから噂が届いて元の世界に戻れる方法が見つかったそうですよ。もしかしたら戻れるかもって、それもあって皆も我に帰ったみたいですよ。
でもさ、大賢者の宝物って本当に初めから空っぽだったのかしら。案外誰かさんが先に取ってたりしてね。空っぽとしてて宝の噂を広めさせたのは大魔王かもしれないわね。皆を欲に走らせてそれを見て楽しんでたとか、全くひどい話だよ。お、急に父ちゃんが真面目に働くって言い出したんだ。オイラはもうお金を稼がなくていいって。聞いたよ、大賢者の宝はまやかしだったとか。やっぱり真面目に働くのが一番ってことよ。まあそうだね、いろいろあるでしょうけどね。あなたたちのおかげで私の夫も自分を取り戻してくれたみたいです。でも元気に働きすぎて体を壊さなきゃいけない。グゴーグゴー。お、獅子王丸とメガ防具出てきましたね。今ね、宝のとこ向かっている最中だったんですけど、こんなのがね、襲ってきましたよね。とある村にね。もうちょっとでバトルマスターとか、マスターできんじゃないかな。はい、宝箱は空っぽだった。しかしレックはさらに詳しく宝箱を調べた。宝箱の下に何やら隙間がある。はい、やった。次の場所行けんね。この下に大賢者マサルの宝があるのかしら。レック、早く入ってみようよ。やったな。レックのしつこさも役に立つ時があるじゃないか。なんと調べてみるものだな。こんなものが隠されてたとは。しつこさね。お、なんかあんね。祭壇がある。ん、モンスターいそうだけど。いるね。お、鉄鋼魔人。金鉱の中みたいな感じなんかな、まだ。あ、宝発見。お、三鏡の盾。さて、これ売ってたな。あがっけど、どうすかな。あ、ここ装備できんだ。お、キラーバット。これ初だ。主人公上がったね。36になっちゃったな。まあいいか。まあ抜け道だけかな。お、エビルワンド。この姿は初ですよね。まあ、ドラケイ6のモンスターね。あれね、小さいけどね、厄介ですよね。しかもいっぱい出てくるときあるし、確か。まあ、敵も一段階ずつだんだん、まあ一段階というかだんだんおかしくなってますね。はい、とうとう最後の場所かな。井戸あるね。お、デビルパピオン。これ雑魚キャラでいますよね。雑魚キャラじゃないよ。中ボスキャラか。中ボスキャラでいたのが雑魚キャラで出てくる。あの、ランプの魔王とかと一緒に出てきた感じです。ってことは、ホロゴーストもいんのかなみたいなね。あの、マダンテを撃たせてくれなかったモンスター。まあ、魔界のモンスターなのは、まあ、あの時、実は知ってたんですけどね、初見じゃないから。お、井戸。お前さん方、どこへ行きなさる？大魔王が存在する限り、どこへ行こうとこの世は闇。道に迷うのよ、いつも己の心に光を満たしておきなされよ。お、やった。これは？私もあわや牢獄の町に、入れられるところを命からがら逃げてきました。こんな私ですが、せめてあなた方は助けになりましょう。あ、記録できんだ。上かな。でも行けないよね、これ。あ、行けんのか。これ山か。そうか。ね、お、スケアリードック初なんや。出てくるとなんかちょっと嬉しいよ。まあね、このね、6ではね、あ、スペルアンペラーになった。ってことは、あと2回戦ったら、スペルアンペラーになるで、なんかあります、ね。お、ウルトラキメーラ。
2000とか持ってる。これでね、おそらく、賢者、マスターになると思いますんで。早いな。お、スペルエンペラーになりましたね。これで転職しますんで、とりあえずこれでルーラーで来れるようになりますよね。はい。まあ行かない。ね、牢獄の町。とりあえず絶望の町に。あ、ここダメか。これ天魔って戻れんの？これ。ダメだよね。おそらくね。ね。鉛のように体が重くなるなんで。とりあえずじゃあ温泉から戻るしかないのか。で、転職してきます。主人公もね、もうそろそろね、できと思うんだけどな。これ、グランマーズのとこ行ったら、別世界でできないかな？無理かな？ついに大魔王との戦いが近づいてきたようじゃな、レック。ひゃっひゃっひゃ、わしは夢占いし、何も言わんでもそのくらいわかるよ。まあ今日のところはここまでゆっくりお休み。ありがとう。じゃあちょっとね、転職します。はい、スペルエンペラー。まあ武器ないですけど、とりあえずね、まあ賢者なったんで、まあ魔法使いと僧侶もね、マスターになってますね。こっち側攻めていこうかな、攻めて。盗賊とかね。チャモロももう8ですからね。魔物マスターあと16回だ。マスター31回。まあそうだね、16回か。お、免許改善になった。まだだね。お、ゴッドハンドになりました。よし、バトルマスターになって、マスターマックスになりましたね、上級職ね。そしてなんとビディオスとね、勇者ってあるんですよ。主人公だけ、上級職1個だけマスターすると勇者になれます。まあね、これになってしまえば結構いいですよね。はい。やっとパーティーから勇者誕生ですね。まあこの後もありますけどね。ハッサンがもうちょっとで、パラディン上がっちゃいますんで、それもやっちゃおうかなと思うんですよね。これも免許改善になってるな。まあ、いっか。はい。村勇者。はい。ハッサンがね、パラディンのホーリーナイトになりました。グランドクロス覚えましたね。そして、主人公ですけど、町勇者になりまして、いてつく波動覚えました。左の上から5番目ですね。ああ、これかなり優秀ですよね。あ、上級職1個ね、なりましたけど、ハッサンの場合ね、勇者ありませんよね。それで、戦士にするとね、マスターしたら、バトルマスターにもなれますし、魔法使いね、その後マスターすればね、魔法戦士になれますしね。戦士にしようかな。まあ、どっちかっていうと攻撃系だけでね、まあ、最後までいけそうかなって感じしますんで、この後バトルマスターになります。戦士になってもね、HP370 とかあるんで、全然使えます。はい、ということでね、次、牢獄の町ですね。なんかね、モンバーみたいな言いましたけどね。まあ、なんかいるんでしょうかね。ということで、まあ、次回そちら攻略いたしたいと思います。今回ね、ここでとりあえず終わって、まあ、勇者とね、
あと、まあ、上級職はもうちょっとでマスターできるのかなと思いますけど。あと、もうマックスなりそうなキングスライムぐらいなんで、まあ、それかな。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。